待っててね。急いで終わらせるね。できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。でも、俺がソルジャーになった頃には、状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働く、ただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？大人っぽいの。お互い年取ったもんね。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。どうする？店に入る？散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は。マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう？きついのくれないか？言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、
さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。え、次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む？ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか？今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ご苦労。ビックス早すぎ。無茶すんな。大一番が控えてんだぞ。だからこそっすよね。あいつらなんだ。近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。ほい、
まったく。兄ちゃん、近所の人かい？まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか？この辺りにネジロがあるらしい。どうだろう。ふん、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ？200。300だ。まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あつか、見てんじゃねえ。大丈夫だろう。おけ、邪魔だ。ザコどもの視線がうぜえな。ボールマーケットとは大違いっすね、兄貴。兄貴は怖え人だぜ。無茶はすまん。逆らうな。あいつらの主人。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。やるな、何でもやる。気を抜くな。最近だ。なんつって、はあ、はあ、話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ。次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街、プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。
ねえ、話は決まったってことでいい？うん。手付金代わりね。準備はオッケー。ゆっくりどうぞ。待ってる時間も幸せだから。なんつってしっかり準備してきてね。準備はオッケー。じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何？私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？いない。じゃあ、みんなで行くか。親不孝の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。はいっす。聞こえる？ああ。上に行く理由、ビクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した。そう言ってなかったか？うん。でも、あれは願望。やっぱり、私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因は、どう考えてもそれ。それで、どうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でも、どうしても売人と連絡がつかないから、神羅の倉庫からいただいちゃおうかと。神羅の？まず無理だな。そこでクラウドの出番。警備が動く。そういうこと。
おいおい、マジっすか。でもスクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね。ソルジャーはバイク任務が多い。さすが。じゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる。遠くを見てれば酔わない。来た来た、楽しそうだな。そりゃもう、だって一緒に危機を乗り越えた男と女は。降ろす。巻き込まれないよ。いいね。本当無用かよ。警告されたら素直に止まるわけ。そりゃ止まらねえよ。でしょ。お力に不調か。守ってくれた？ついでだ。ありがとう。でもちょっとスピードが落ちてない？気にするな。クラウド、急いで。こっちに行ったぞ。これ結構ピンチだよね。どうする、どうする。いや、もうやらん。クラウド、こっちも頼む。エリート部隊か。うわ、嫌な動き。もう負けそうっす。よし、よし、よし、よし。さすがクラウド、安全にして。よし、よし。やった！
このまま駅に向かうのか。ううん、車庫へお願い。ああ、2人のツーリングもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてる。やらせるか。やっ、クラウド頼む。タイムリミットだ。巻き込まれる前に撤退するぞ。了解。どうしたんだろう。タイヤか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、最後まで付き合うとも。どちらかが燃え尽きるまでね。それそれ。クライマックス。
さいか。ジェシー、ハンドルを頼む。え？あらら、ここまでか。残念。次は二人だけで勝負をしよう。さあな。約束だ。やったな。やったっす。まだ浮かれない。造園が来る前に隠れるよ。豪華。何の話だ。運転勝手に採点するな。ま、合格っつってもギリギリだけどね。しんか、もっと荒くてもよかったのに。あんたが落ちる。そんなにやわに見える。あ、あ、しっかり捕まってろ。あ、どうした。今落ちたかも。なんつって。ほら見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムっす。はいはい、お腹空いたよね。ほら行こう。